チャオトゥティ、どうも、今井俊介です。はい、今日はキッチンからお送りいたします。またまた、差し入れをいただいたんで、そちらの方を紹介していきます。それがこちら。よいしょ。ドン。一ノ関プロデュース。from 岩手 to 東京 and beyond。なんて書いてあるんでしょうかね。はい。門崎熟成肉 KAB というお店から送ってくださったものでございます。ありがとうございます。またまたまたお肉でございます。お肉、いやー、前回のねお肉もね、もう本当に美味しかったんで、これも期待してます。またなんかこう洗練されたパッケージングですよね。まだ中身開けてないので、一体どんなお肉があるのかチェックしていきたいと思います。さあ、それでは開封していきたいと思います。オープン。うわー、はい、こちらになってます。門崎熟成肉塊焼きだそうです。あ、120g。いやー、でも美味しそうですね。これ見てください。これ見えます？僕の顔と比べるとこの味。でもあれですね、120g っていうと、大体こう、美味しいお肉をね、例えば鉄板焼き屋さんで行ったら大体 70g とか 90g 出てくる。ですので、まあ、120g を食べるとちょうど満足するような感じの刺し具合と味わいだということでしょうか。開けていきたいと思います。見てください。僕ね、このパックに、の中に入ってると思いきや、こう鎮座しております。わかりますか？こうラップが貼ったって、その上に置いてある。で、さらにそこの上にラップをしてある。すご！はい。というわけで、まあ、今ちょっと置いてずれちゃいましたけども、こちらがサランラップを取った状態のお肉でございます。どうですか？どうですか？どうですか？いい感じの赤いね。いい色してますね。脂肪分もね、しっかりあって、刺しもあります。でもそこまでいっぱい細かい刺しが入ってるわけじゃないみたいですね。究極の贅沢をご覧あれ。門崎、熟成肉、塊焼き。強火で表面を3分30ほど焼きます。弱火にし5分30ほど焼きます。アルミで包んで約4分30秒ほど。余熱で中まで火を通します。すごい、もう秒刻みで書いてくださってる。じゃあこちらを食べていきたいと思います。なんかちょっと塩は少なめで大丈夫かな。あんまりかけないでおこう。いい色だなぁ。強火。美味しそう。うまそう。もういいかな。そしたらこちらに包んでいきたいと思います。ゆりかごの絵で
す、おやす。はい、というわけでしばらく寝かしました。お肉ちゃんオープンしていきたいと思います。いや、よく寝たかな、よく寝たかな、よく寝れたかな。オープン、こちらになります。はいはい、あ、いい感じにできてるんじゃないでしょうか。こちら出来上がりました。葉っぱのクッションにのっけてね、鎮座しております。門崎の牛肉、美味しそう。いただきます。ん、なんと、いや、柔らか。こんな塊に見えてめちゃくちゃ柔らかい。そしていい感じに焼けたな。本当はこんな食べ方したらもったいないって言われるんでしょうね。でもそれが美味しいんですよ。もうちょっと焼いてもいいかなとは思ったんですけど、ちゃんと肉芯までしっかり温度、寝かせたので熱が通ってますし、レアで全然くどくない味してます。で、脂身の味もいいんですけど、さすがね、こうエイジングしてあるだけあって、肉がとにかくまろやか。味が、うん、まあ、確かにちびちび食べて少しずつ食べるね、お肉も美味しいんですけど、こうやって食べるのがやっぱり本当お肉を食べてるって感じがしますよね。なんか今日やってみてこれ正解かもしれない。血と肉になってくれている感じがする。うわ、なんかこう血になる感じがしていいですね。ごちそうさまでした。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価お待ちしております。これからもどうぞよろしくお願いします。今井俊介でした。バイバイ。